一番取れる。そうそうそう。はい。はい、見合って見合って。さあ、エビちゃん、太陽高校相撲部と対決です。ありがとうございました。あ、おはようございます。なんかあの今日2年今度あの紹介させていただきたいです。今年あの名古屋ドームの方で千人会議所の全国予選大会っていうのがあってそこでエビ PR に来たらあのバンドも、まあ、一人販売したんですけど、それでグランプリ昨年が横浜であったのかな。エビのお茶漬けで、はい、生のエビと一緒に写真撮らせます。エビを剥いたやつを醤油で漬けにしたの でエビの殻からエビのふりかけと3つのエビの味がするなんかエビちゃん人気になってます。今日はこれからエビの早剥き競争出たいと思います。なるほど。今年は勝ちに行きます。よろしくお願いします。またね。